本気でやる気がないか、あとは自主的っていうものがどれくらい威力があるかを分かってないですか、はい、今回はですね、ゼロから始めるライティングの実績の作り方っていう風なところで、まあ、実績ってやっぱいりますよねっていう風に言われる方も多いと思いますし、その実績の作り方がよく分からなくてっていう風に思われる方もいると思います、うん、そういう風に思われてる方が見てると思うんですけども、じゃあそもそも実績っているのいらんのっていう風なところだったりとか、じゃあ実績いるんやったらどういう風にこう作っていくのがいいのか、後藤さんが 0.1 文字ライターをしてた時代からどういう風にこう実績を出していったのかっていう風なところの、まあストーリーというかそういうところも含めながら、こうやって実績作るんですよっていう風なところをね、お話ししていきたいと思います。お願いします。はい、1案件108万円の報酬を獲得するプロモーション型コピーライターという働き方に興味がある方は、動画概要欄にある URL から情報を受け取ってみてください。解説動画を期間限定で無料プレゼントしています。はい、ということで、まあ、実績いるのいらんの問題っていうふうなところに対しては、後藤さんはどう思われてますか？内容よりあった方がいい。内容よりあった方がいい。まあ、もちろんっていうふうなところですもんね。うん、はい。じゃあ、実績っていうのを、後藤さんはどういうふうにこう作っていったのかっていうふうなところをお話ししてもらってもいいですか？そうですね。まあ、そもそもなんで実績重視でやったかっていうと、はい、自分に何の信用も信頼もないわけですよね。で、自分はこれだけできますと言っても信用してくれないから、まあ、これだけやってきましたって見せれるものがないとビジネスにならないって思ったから、最初はもう実績重視、お金より実績を選んでいったっていうのでやっていったんですけど、で、じゃあどんなことやったかっていうと、最初、文字単価 0.1 円、0.2 円とかの記事を書いたりとか、あと電子書籍を書いたりとかって感じで、単価はすごい安かったですね。1文字いくらだ？ 0.2、3円かな。はい。なんか、600文字の記事で、いくらだったっけな？ 200 円とかだったと思うんですけど、うん。そういうのを10記事セットで2000円みたいな。それを毎日10記事書くみたいな。ほう。は、ひたすらやってますよ、それはもう。めっちゃ記事書いてました。なんかドラマのネタバレ記事みたいなとかを。ネタバレも何も見てないのに、そのドラマすら全然見てないんですよ。それっぽく書くみたいな感じで。はい、なんかでも、そうか。なんでできたんですか？なんでできた？あ、その単価でどうですか？はい。ただ次のお客さんを見つけた時には、もっと単価を上げていきたかったとか、もっと単価の高い仕事を取っていきたかったからこそ、最初、その数百円とか。でも、やっとかないと見せれるものがない。はい。で、いっぱい数できてきたら、これだけやってきましたっていうのを見せれたら、あ、これだけしっかりやってますねって思われたら、その文字単価1円とかの仕事の募集してる人たちから見ても、やってる人に見えるから、あ、じゃあ試しにお願いしてみようかなって思われるじゃないですか。絶対ゼロの人よりかは圧倒的に。要は営業するですよね。はい。作っていかないといけないと思ったから、それがやれたって感じですかね。おー。うん、なんかそれもなかなかできないっていう人もなんかいるじゃないですか、うん、いや実績なくて、うん、でじゃあそれ作ったらいいんじゃないですかって言ったら、うん、それができなくてみたいな言う人もいるとは思うんですよね。なるほど、そうですね、飛び降りた方がいいんじゃないですかね、はい、え、飛び降りた方がいいんじゃないですかね、飛び降りた方がいいんじゃないですか、1回から1回からでコンテでコンテ、あー、なるほど、なんですかね、うん、多分でも本気でやる気がないか、あとは実績っていうものがどれくらい威力があるかを分かってないですかね。うん、多分 PCM の人たちっていうのはどんな感じですか、うん、やっぱりそういうふうに武器を持って、ま、次の案件、あ、また武器を持って次の案件みたいな、あ、そうもうどれく、例えばその1万円とかで募集されてる仕事だったら1万円で応募したらいいじゃんって思うんですけど、それはみんながやることですよ、はい、その他大勢がやることで、僕たち目立たないといけないわけですよ、いっぱいいる中 で目立つために、だから受講生やってるのは、例えばワンコインでやり、500円でやりますよとか100円でやりますよとか、一人面白いのは1ヶ月55円でやりますみたいなちょっと意味あるんですけど、なるほど、でも強烈ですよね、実績がないからこそ、もうやけくそでやってる感じですけど、でもそうしないと、なんか何十人も応募してる中から目立てないんですよね。だからそれやれば、じゃあちょっと試しにお願いしてみようかなって思える可能性っていうのは 10% 20% あるじゃないですか。確かに。お前の心意気を買おうかみたいな。もうその、そうなんです。そのもう気合が衝撃的だから、はい、あ、もうそこまで言うならちょっと頼んでみようかなって。思ってしまうわけですよ、うんうん、だそれはもう何が何でも実績作んないとってなってるからできることで、だから多分実績がどれくらい威力あるかが腑に落ちてないとか、多分そういうところだと思うんですよね。だから
まあ、それぐらいでも最初って本当実績ないと。そこにもやっぱり収益を求めちゃうんですかね。例えば実績作りとはいえ、うん、いや私この仕事するのに 4,5 時間かかんねんで、それで1000円、うん、1000円とかちょっとってやっぱなるから、うん、初手の実績ができない、うん、そうだから最初の段階でその天秤にかけちゃうんですよ、うん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 、これで1000円かとか、いや他にもいいのがあるはずだ、ないんですよそんな。そんなうまいことはないと。ないんですよ。そんないい話転がってないんで、はい、最初はもうそういうもんだと思って、やらないと実績もできない、で仕事取れない、で実績できない、もう負のループですね。永遠にゼロになっちゃうから。なんで、もう最初割り切って、その仕事してる限りずっと疲れるじゃないですか。うん、僕も6年前とかに書いた電子書籍、未だに使ってますからね、実績として。プロフィールにあるじゃないですか、はい、ハッサスの電子書籍に著者として参加って書いてますよ。著者として参加なんで、別に僕が出版してる本じゃないですよ、あれ自費でも何でもない、ある出版会社のライターとしての後藤みたいな位置づけで名前使わせてもらえますかって言ったら OK もらえたから、だから表紙に僕の名前小さく入ってるっていうだけですよ、はい、まだ使ってるんですよ。あれ2014年とかの実績ですよ。あれえ、7年前ぐらいですか。そうそう。でもまだ使ってるんですよ。そのビジネスしてる限りは、今頑張って作った実績が使えるんですよね。うんうんうん、あの計8冊の電子書籍出版って書いてる、あれ1冊僕1200円でやってますからね。その実績今使ってるんですよ。だから約1万円ぐらいですか。あれ全部書くのに1万円ですよ。でも、まだ使えるわけなんですよね。だから、なんか実績ってそれぐらいずっと使えるって思ったら今ぐらい我慢しろよって感じですよね。確かに、うん、確かに。そうです。ほんまそうですよね。僕はその、うん、あの考えはめちゃくちゃ共感できるところがあって、うんうん、まあ、それをしない人の逆に理解が難しいという感じなんですけど、このお話聞いてみてね、あそうか、ちょっとやっぱ所定はやっぱ歯を食いしばってても、うん、我慢しなあかん、辛抱せなあかんっていうようなところで、うん、まさにそれが何て言うんでしょう、こう雪だるま式にですよね、うんうん、もう最初ちっちゃい単価やけども、それがだん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 大きくなるっていうのは、うん、一発目があったからですよねって言えるってことですもんね。そうです。それが7年前の7年前その著者としてやったやつがまだ使えてるっていうのは、うん、もう一番最初の転がした、うん、あの雪だるまのあれみたいなところですもんね。そうそうそう、まさにそうです、ね、そっかそっか、なるほどなるほど、わ、うんうん、かりました、ありがとうございます。はい、はい、なのでまあもちろん実績はいりますよと、まあいりますよ、ないよりはある方がいいですよね、うんうん、でもそのためにはやっぱ初手でグッと歯を食いしばって辛抱できるかどうかっていうのが、うん、あまあそれが次の大きいものを呼び、また大きいものを呼びっていうふうになっていく、まあ、ただそれだけの最初のその踏ん張りができるか否かっていうふうなところですよね。そうですね、はい、うん、分かりました。あれです、はい、だって冷静に考えたらあれですもんね、あのお金払ってでも実際書いて勉強、うん、あ、いやそうですよ、ね、お金払ってでも欲しいですよ、実績なんて。もう最初の頃やったですよね、うん、それがもらいながら、まあビビたるもんかもしれないですけど、うん、ビビたるもんでももらえる、もらえる、そう、もらいながらだって勉強、もうほぼ勉強みたいなもんですよ、はい、最初なんかね、勉強しながらだってお金いただけるってことですよね、うん、そうです、まあ、その考え方次第ですね。そうですね、はい、わかりました、ありがとうございます。はい、ということで、今回この実績っていうふうなところについてお伝えしていただきました。はい、動画概要欄の一番上にですね、メルマガのリンクを貼り付けてます。そちらでプレゼント配布中なので、ぜひ、そのプレゼントの内容を、URL からチェックしてみてください。はい、では今回はこれで以上になります。ありがとうございました。